まあ本当に政治経済やったことないぞとか、もう高校受験でやったぐらいだと的なね。そうなんですね。結構熱いですけど、まあ、あれは面白く書いて分かりやすくしてるっていう方が本そうなんなんでですすよ。ね。だから、竹田塾チャンネル。こっから受験をしようという人は、政権ならなんとか間に合うんじゃねえかなみたいな感じで手出そうとしてる人が割といるんじゃないかなっていうのが、いやー、毎年ありますね、もうなんか。まあ確かに社会の中でも割と時間はかからないものだとは思うんですね。そうですただその政治経済手出す時の注意点っていうか、どういう科目なのかなっていうところからしっかり話していこうと思いますので、よろしくお願いしお願いまします。す。はい。さあ、ということで、政治経済の実際のね、カリキュラムなどを紹介していこうと思いますが、お願いし最ま初に出てす。くるのが、まずはですね、日大の入門ですね。まあ本当に政治経済やったことないぞとか、もう高校受験でやったぐらいだと的なね、まあ本格的には受験の、いきなり入るのはちょっと厳しいって人向けの、教材として最初に出てくるのが、清水の新政治攻略、政治の仕組みと時事現代社会対応と、清水の新経済攻略、経済理論と時事、現代社会対応、この2冊ですね。東進ブックスのやつです。おお、これはじゃあ、初学者もこれから入れってことですね。そうですね。なるほど。で、基本これは、まあ、問題ちょこちょこついてたりはするんですけど、まあ、読み物です、メインとしては。だからまあ1週間で1冊、まあ、何回か読み終えてもらってみたいな感じ、まあかかっても2週間ぐらいで1冊読み終わるぐらいのペースで、しっかり、身につけていって、あ、政治経済大体こういうことやるのねみたいなのを掴んでもらうような参考書ですね。なるほど。もうこれでもう結構わかりますかね。まあ少なくともセンターまでに必要なレベルは大体、まあ、最低限の内容は抑えられるとは思うし、多分その政治経済っていうものは難しいという印象を持っている人も割とこれでハードル下げられるんじゃないかなと。まあ、実際詳しくやっていくと、まあ、本当に難しいんだけど。そうですよね。でも先に抑えとかなきゃいけない基本的な大筋っていう部分はかなりこれで抑えられるかなと。ただあんまりこれを暗記するっていうような教材でもないんで、まあ、読み込んで理解して本格的に暗記の準備としてやるような形ですね。なるほど。実際その政治経済ね、その教科としてあんまりやってない。例えば普段にニュースとかテレビも見たことないし、ほとんどその政治関連はとかですね、やっぱ中学受験もやってないから政治経済をもうしっかり勉強したことがないっていう場合でも、ここからやれば割と、やっていけるんじゃないかなと。でこれを2冊で、まあ、1ヶ月から1ヶ月半以内ぐらいで終わらせるつもりでやるといいんじゃないかなって感じですね。わかりました。じゃあそのまま次に進んでいこうと思うんですけど、まあ、これが終わる、もしくはね、もう政治経済一通り学校で習ったことあるよみたいな人がいきなり受験レベルで始めるってことになると、最初にやる教材が、影山のセンター政治経済っていうのが講義用の参考書。でこれ熱いやつですよね。そう、影山先生のシリーズですね。表紙がカラーですよね。面白いほどの昔の作者ですね。なるほど。ただこの影山のセンター政治経済っていう参考書自体が、そんななんていうか、教科書ほど詳しいわけじゃないんですよ。なるほど。だからなんか面白く分かりやすく書いてくれてる分、網羅性がそこまで高いわけじゃない。あ、そうなんですね。結構熱いですけど、まあ、あれは面白く書いて分かりやすくしてるっていう方が本なんですね。だから、ひょっとすると、その出てこない用語とかもあるケースがあるので、その場合には用語集とか、資料集とか教科書でフォローしながら、やっていくと。なるほど。まあね、大筋は全然抑えられるんです、それだけでも。まあ、なのでちょっとね、分かんない単語とかあって不安になった場合には用語集とかで調べながらやるようにしましょうって感じですね。で、これと同時並行で使うのがセンター試験、政治経済集中講義という問題集ですね。なるほど。で、基本的にはこの集中講義を完璧にしたりすればいいんですよ。こっちは問題集ってことですね。ただ、これめちゃめちゃまとまってて、やったことある人は別にこれだけでいいんですけど、やったことない人これだけでやると、まあ、割と難易度高くて、心が折れると思うんですね。なんかまとまりすぎててつながりが見えないっていう感じですね。要点しか本当に載ってないような感じになっているので、ただこれ一つのテーマについては全部で50テーマ基本あるんですけど、一つのテーマについて、その用語の穴埋めがあって、そのセンター形式の問題があって一問一答があるっていう、でまとめページもあるみたいな形で、すごい本当にコンパクトにいろんなことができる教材なんですね。だから基本これをちゃんとしっかりやっとけば、基礎はかなり、まあ、丁寧に身につけられるだろう。いいですね。
はい、でこの、センター試験集中講義が終わったら、はいはい、マーク式基礎問題集の政治経済ですね。おお、これは結構センター形式って感じですよね。そうそうそう、はい、でセンター形式でセンターでも簡単な、はい、直美先生、はい、このね、今回の動画でも紹介したような、はい、いろいろな勉強法とかさ、うん、各教科の参考書とか、はい、いろいろ受験についての情報とか、はい、めちゃめちゃいろいろ載ってるサイトあるじゃないですか。ありますね。あの逆転合格 .com ってサイトなんですけど、はい、それがね、こちらから、飛ぶことができますね、はい、こちらですね。で、まあ、これ見てもらえれば本当に滝大塾のやり方全部書いてあるんで、はい、だちょっとね、文字だと辛いなって人向けに動画もありますね、はい、この滝大塾チャンネルっていうね、はい、こちら、そうですね、この登録がこちらですよね、はいはい、こちらに行ってもらえればね、あの過去の動画も全部見れますので、はい、うん、ぜひ見てもらえればと思います。です、うん、中西さん、もう一個ありますよ。さらになんとこの下、うん、あ、下、ね、はいはい、コメント、あ、そうだね、はい、うん、この動画を見て、なんか疑問に思ったことは、はい、もう僕から一つずつ返していきますんで、はい、もう皆さんもう続々とコメントしてもらえればと思います。はい、はい。